メンタルもそうですし、はい、さあどうだ、左中間レフト末兼今度は取りました。今日は大忙しですが、平沢としてはただ当たりが良かった、これがどういう評価になるか。末兼はナイスプレーでした。ワンアウトです。その日がやっぱ一番辛いのアウトコースの落ちるボールで、ここもピッチャーゴロ、ショートよく通った、二塁はアウトにしました。ナイスプレー、ショート藤岡雄大、抜けてもおかしくない当たりでした。足当たってないですかね、大丈夫ですかね、森投手ですかね、大丈夫ですね。今佐藤も確認をしましたが、本人は特に何かアピールをすることもなく、ジャンプして避けてるかもしれません。よくこのベースの後ろです。小技も来ますが、一塁どうだ、アウト、ここは加藤が刺してピンチを脱しましたが、マリーンズリード2点です。ボールが抜けるんでちょっと合わせて投げてるのかなっていうね。ここはエチェバリア、サードでも見せました。パンテーラ健在であります。しかし増田投手はランナーを出すもゼロで決着、抑えました。8対6とマリーンズ2点をリードしています。4打数3安打打点に、三塁線、大山一塁へ、このプレーです。野村勇もいい当たりだったんですが、三塁線、そうですね、うまくさばきました ねこの前の神宮のゲームでもあのカーブをタイブリックにしたり、バッテライト線いっぱいに入って、さあここは佐藤輝明、クッションボールうまくさばいてランナー一塁に止まりました。去年は143試合シーズンを完走した栗原、ですね、そこをどこに投げるんだっていうのを強い打球、ここはうまく外崎さばけました。源田から一塁へダブルプレーです。どこに投げるかっていうのをしっかりこう点で捉えていけば、これほどボールは続かないと思うんですね。なるほど、全体的にこうフォームをぼんやり見てる感じで投げてる感じ。足元へ、ただよく取っていた。今すごい反応でしたね。いや動きもいいですよね、ただそこは取ってそうです。高め打ってきます、右横、ここは広い守備範囲でした。外崎ナイスプレーです。まあ、守備の方でもファインプレー結構オープン戦でよく見られています。外崎です。動きも本当に良くなってきてますんでね、まあ、送球も無理せず、ポジションに今日はヌニエスが入って、おーレフト方向へ金子が、ただここ追いついた、レフトを守っている金子雄二です。まあ、守備位置でいうと金子も、まあ、この前のゲームぐらいからちょっとこうレフトもまた守るのかなっていう雰囲気もねちょっとありますけれども、まあ、外野手はどのポジションでも守れるようにしていかなくてはね、これからはね、どうかというね中で、あと10日で開幕です。鈴木翔平、向こう向き追いかける、金子追いかける、鈴木が取った、よく追いつきました。難しい打球でしたけど ね、あのよく追いついて、ボール見失わずね、取りましたよね。思いっきりよく松本も打っていきます。鈴木翔平を迎えて、内側のボール、おっとよく取った、これはダイビングしたがよく取ってきました。渡辺亮サードを今日守っている渡辺ですが、これあのコースをああいう打ち方もできるバッターもすごかったし、それをまたうまく取った、そうですよね、サードも素晴らしいですね、これはどっちもね褒めたい、どっちも褒めたいですね。でこのなんか打ち方がちょっとこう明けま、佐藤龍生センター方向、センター中央を襲う、襲うが追いつく、鈴木がよく追いついた、よく取りましたよね、今の前あの判断が良かったですよね、一歩が早く。